どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、ライカのモノクロってやっぱりいいよねっていうお話をさせていただきたいと思っております。ライカには、いわゆる、モノクロ専用機なんていうのはありますけどもね、 M10 モノクロームとかね、Q2 モノクローム、ちょっと前になると、M モノクロームなんていうね、素晴らしいモノクロしか撮れないっていう、機種がございますが、今回はねその話ではなく、いわゆるこのね M11 ですとか、M10 シリーズ、M9 とかのそのモノクロモードですね。これね、あの M10 モノクロームに引けを取らないような、独特のなんかこう味のあるモノクロ写真が撮れるなというお話を、今回させていただきたいと思っております。先日ですね、写真家の西田渉さんのね個展に行った際に、西田さんは M10 モノクロームをお使いになられてるんですよね。で、いろいろ作品がある中で、モノクロ写真やっぱりございました。で、西田さんと一緒にね、こう、一つ一つこう、作品を見て回ったんですけども、その時にモノクロ写真があってですね、西田さん、このモノクロ写真いいですね、と。で、この作品、M10 モノクロームですね。やっぱり M10 モノクロームいいですね、なんていうね、お話をさせていただいた時に、いや、違うんですよ、と。これは、M10 モノクロームではなく、M11 で撮りました、と。あのね、びっくりしたのと同時に、なんかね、もうショックでしたね。M11、これですよ。で、僕持ってるんですけど、同じ機種でね、その、人間が違うだけで、こうも違うものなのかと。ちょっとね、ショック受けましたけども、それぐらい素晴らしい、モノクロの絵が、飾ってあったんですが、僕、それからね、ちょっといろいろ考えをね、改めましてですね、ちょっとモノクロにもう一度ちょっと立ち返ってみようと。もともとね、モノクロよく撮るんですよ、好きで。ですが、そっからね、東京から名古屋に帰って、もう次の日からですね、モノクロモードに設定して、いろいろ名古屋の街並みを撮りました。すべてモノクロで撮りました。ということで、今回作例なんですけど、最近撮ったものから、僕これ M11 使う前までは M10P 使ったんですよね。M10P で撮った、モノクロ作品。そこら辺までね、遡って昨年ですね。やっぱりライカのモノクロってすごいなっていう。今回ね、そういった、作例、並べてみましたので、ぜひですね、最後まで、ご覧いただきたいと思っております。それでは作例の方、ご覧ください。はい、それでは作例の方へ参りたいと思います。今回の作例すべてモノクロ写真となっております。ですが、いろいろ撮り方を変えております。まあ単純にレンズを交換したりですとか、記録形式を変えたりとかやっております。まずは記録形式 DNG で撮っております。ローですね。ローで、撮っておりますが、まずは最近撮ったね、名古屋栄のストリート、ご覧いただいておりますが、これはですね、ズマロン 28mm、広角レンズを使って撮っております。なおかつ、パンフォーカスに設定しております。パンフォーカスっていうのは手前から奥まで、ピントが合った状態のことを言うんですが、これね、単純に絞って撮ればパンフォーカスじゃないかっていうね、お話があると思うんですが、僕はしっかりと設定しております。これなんでかっていうと、せっかくね、ライカのレンズを持っているので、これはね、設定しない手はないなということで、撮っているんですが、つまりですね、パンフォーカスの利点、ノールックで撮っているんだけど、ちゃんとこう伝えたい部分、いわゆる主題っていうんですかね。今回の作例で言うと、このピエロのね、ストリートパフォーマーの方、ここだけは絶対にピント合わせたいということで、設定しておりますね。F11 かな ?F11 に設定すると、メモリを見ますとですね、約 1.1 メートル以上は、しっかりと、ピントがあった状態になるよという設定になりますので、やっております。あとね、
写真にね、なんかね、勢いがある気がするんですよね。ファンフォーカスに設定すると。そんな気がしますね。それは僕の、主観ですけども。次の作例参りたいと思います。こちらも名古屋栄のストリートとなります。若者がですね、何やらお祈りをしておりますが、これは何なんでしょうかね。こういった感じで、まあ、広角レンズならではの、撮り方というか、まあ、子供にね、まあ、焦点を合わせるというか、これもね、パンフォーカスで撮ってるんですけど、自分と子供との距離が、2メートルぐらいだったかな。ノールックで撮ってはいるんだけど、しっかりと主題を捉えるっていうね、撮り方で撮っております。で、ここで質問なんですけど、パンフォーカスと、あとゾーンフォーカスっていう言い方があると思うんですけど、この違いがね、わかんないんですよ。同じですかね、言葉が違うだけなんでしょうか。この前ね、西田さんにお会いした時にね、ちょっとね、聞くのを忘れたんですけども、ゾーンフォーカス、もし知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。パンフォーカスとゾーンフォーカスの違い、はい、よろしくお願いいたします。これもですね、お店に入って、なんていうのかな、まあなんとなく、ノンファインダーで撮っております。目線もね、全然違うとこ見てるんですよ。ですが、注意点、カメラ自体は固定してます。肘の上に置いて、カメラだけは固定して、目線は全然違うところを見て、バシャッと撮るっていうね、まあ、いわゆる、まあ、言葉が悪いんですけど、盗撮のテクニックっていうのかな、それを使って、撮っております。はい、こういった感じですね。これはね、ピントしっかり、捉えてます。ファインダーを除いて、このね、クロムハーツのエンブレム、ここに、焦点を合わせてですね、撮っておりますが、はい、バーバリー。はい、これもですね、バーバリーの文字にピントを合わせて撮っております。ま、パンフォーカスでもね、いいかとは思うんですが、ちょっとね、ここは外したくなかったので、しっかりとバーバリーに焦点を合わせて撮っております。このね、この店内の、なんていうの?電気っていうんですかね、このラインがね、かっこいいなと思って撮りました。はい、続きまして、こっからは、JPEG 取って出しとなっております。M11 の JPEG 機能で、モノクロ HC というね、モードがあるんですけども、それで撮っております。JPEG 取って出しとなります。非常にね、重厚な、絵が出てくるなということで、モノクロ HC。非常にね、気に入った写真が出て、参りましたけどもね。これはね、もう過去に撮ったものなんですけど、気に入って保存しております。まあ、こういったね、僕がよく利用する、名古屋駅にあります串カツ屋さんなんですけども、これバッチリハマりましたね。あ、レンズ、変えてます。レンズはね、ズミクロン 35mm で撮っております。JPEG で撮っております。モノクロ HC で撮っております。いかがでしょうか?めちゃくちゃ、気に入っております。ね、自画自賛なんですけど、なかなかね、納得いくような、写真が撮れたかなということで、まあ、こういったね、思いっきりハイコントラストというか、なんか M10 モノクロームに近いようなね、描写が出てきてるんではないでしょうか。はい、それではここからは M10P で撮った、作例となります。ちょっと恥ずかしいんですけども、これね、買ってね、 M10P を買ってで、3ヶ月後ぐらいかな、旅行に行った時に撮ったんですけど、この頃まだ、ローっていうね、言葉すら知りませんでした。恥ずかしながら、50歳ですね、50歳にしてロー知らずっていうね、もうちょっと恥ずかしいんですが、ですが、気に入った写真なんで保存しております。なんかね、思い出の写真となりました。ローを知らない50歳、どうでしょう。僕ぐらいじゃないでしょうか。で、続きまして、ちょっと恥ずかしいんですけど、カメラを買って数日後、M10P を買ったのが2021年の6月で、京都で買って、
自宅に持ち帰ってですね、撮った写真となりますテーブルの上に時計、ライター、メガネを何気に置いてですね、自然光が気持ちよかったんで撮ってみました。はい、これちょっとね、もう本当に出そうか迷ったんですけども、でもね、ここからね、僕のね、写真人生が始まってるんですよね。ライカ M10P を買って、すぐの、モノクロ写真となります。でもこれを見た時にね、ライカのモノクロってもうすごいなってね思ったんですよ。写真がこう、なんていうのかな、上手とか上手じゃないというよりも、単純に絵が好きだなということで、もうこれはね、もう買ってよかったなって思った瞬間でしたね。ライカ M10P で撮っております。で、僕ね、 JPEG で撮ろうが DNG で撮ろうが、モノクロで撮るときは全て、モノクロモードにして撮っております。カラーで撮っておいて後々、モノクロに変換するっていうやり方はやってないんですよね。そこだけはね、昔から変わってないですね。そういった方どうですか、いらっしゃいませんか。モノクロで撮るときはもう脳みそもモノクロモードで撮るようにしております。はい、ということで今回の作例以上となりますが、いかがだったでしょうか。はい、最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。作例以上となります。はい、作例の方以上となります。ご覧いただいた皆様どうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。前半が、最近ね、この M11 で撮ったモノクロ写真で、後半が、昨年ですね、M10P を使って撮ったモノクロ写真並べてみました。いかがだったでしょうかね。まあ、M10 モノクロムとか、Q2 モノクロムとかね、引けを取らないような、絵が出てきたんじゃないかなと、まあ、自画自賛ではあるんですけど、まあ、写真のね、上手とか上手じゃないとか、ちょっとそれは別として、やっぱりライカの、このモノクロってすごいなっていう今回のお話だったんですけど、いかがでしょう。皆さん、モノクロで撮られる方多いかと思うんですが、やっぱりね、ライカいいですね。これからもどんどんモノクロを撮っていきたいと思っております。ということで今回の動画以上とさせていただきます。ぜひですね、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。